皆さんこんにちは、ドリフト愛するライダーでございます。共感ですよえらい夜ね、はい、ということでですね、うん、まあ、今年の、まあ、まとめというか、はい、まあ、振り返るってことでね、動画撮ってましたけど、うん、まあ、後編って感じにしてね、まあ、またちょっと振り返りましょうと。前編後編でお送りします、うん、ちょっとお話ししようかなってことなんですけど、まあ、今年もね、まあ、いくつかね、やっぱコメントとか動画にね、いただいたりとかして、ありがたいことですね。本当ありがたいことだね、はい、そうでね、いろいろ見てたんですよ私も、うん、どんな、あんなことあったな、こんなことあったなみたいなね、うんうん、見てたわけなんですけど、まあ、近々だとね、やっぱ直近になるのはさ、あれだね、 B 級グルメツーリング、はい、うん、行った時は、まあ、こういうの見たらね、まあ、いつもね、まあ、ツイッターとかでもよくね、コメントいただいたりとか、それ、まあ、おーちゃんさんっていう方がね、おーちゃんさんね、これね、こう B 級グルメ巡りね、楽しみ増えたって喜んでくれたりとか、うん、まあ、北海道で走ってみたいなって、まあ、ぜひね、まあ、なかなかやっぱさ、簡単に、はい、来て、はい、帰るみたいなさ、ね、ちょっと難しいところあるけど、そういう距離感じゃないからね、まあ、本州、まあ、北海道の方じゃないってこと、イコール本州ってことですから、なかなかね、大変な面もあると思いますから、うん、あと B 級スラッピー状食べおいで抹茶さんってね、この方も確かツイッターでね、はい、つながってる抹茶さんだと思うんですけど、はいはいはい、いただいたりとか、うん、そうなんです。これ連北のさんっていうのかな、うん、寝るに来たでのひらがなのの、まあ、塩焼きそば食べたことない、この方北見の方らしいですけど、塩焼きそば食べたことないんです。ぜひぜひ食べていただきたいですね。美味しかったね、うん、そうで、やっぱ動画でも話したけど、やっぱその意外と地元の人ってそういう地元のものを食べる機会って意外とないなっていうね。なんでなんだろうね。なんかわざわざそこまでして食べることがないみたいな、いつでも行けれるっていうのがそうなっちゃうのかね、かもしれない。だ多分どっちかといえば、例えば北海道でもさ、例えば札幌に住んでる人とかがさ、まあ、温泉旅行行きたいねとか、うん、だったらさ、まあ、要は北海道でも有名な定山系温泉とか札幌の近くにあるじゃない、うん、でもそこにはあんまり多分行かないでしょ、札幌住んでたら。どうなんだろうね。逆にちょっと離れたところの行ったことないとこ行ってみたいみたいなさ、函館とか、そう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 、違う温泉地までちょっと足を運びたいみたいな。やっぱ旅行とか、なんか特別なその目的を持った行動をするときって、意外と身近なものじゃないところに行ったりするじゃん。だからそういうのと同じで、やっぱせっかくなんか食べに行くんだったら、ちょっと隣町の あれ食べてみようよとか、同じ北見市内のとかで意外と食べるチャンスがない。じゃないかなって思うんですよね。そう。なるほどね。そうなんですよ。なんでね、まあ、いただいたりとかもしてましたね。これ何の動画で来たやつかな。もう藤原さん、この方も北見のお方なんですけど、藤原さんからもね、ようかんさん可愛いですねってコメントもらったりとか。分かってらっしゃるそういうこと自分で言うなって言ってんだよ。分かってらっしゃるね。分かってらっしゃるねじゃないんだよ。おかしいよね。いや、あんまり変なこと言ったらね、調子乗るだけですから、本当ようかんさんに至った褒められて伸びるタイプ、私褒められて伸びるタイプだから。じゃあね、伸び方がね、良くない方に伸びてるから君の場合はね。まだ良くないって。もういや、君みたいな謙虚に伸びるならいいさ、うん、いやそんなことないですよって謙虚になって結果伸びてくんならいいんだけど、もうズケズケと君はね、そうだろそうだろみたいなさ、分かってるねみたいなさ、おかしいでしょうよ。そういう話になっちゃうからね、君の場合はね。だって本当のことだもん。鬱陶しいわ何が本当のことだもんだよ。本当のことだもん。バカなこと言ってんじゃないよ。いやね。そう。まあね、あとはまあツイッターでもね、よく本当やっぱツイッターに繋がってる方がコメントもね、いっぱいくれたりすることが多いんですけど、はいはい、まあ三好介さんとかもね、そうですね、いっぱいいただいて、で三好介さんも結構こう思い出、自分の場合はこうだったとかってコメントもらったりとか、そうそう、体験の方とかでね、今年タウシュベツ、三国峠タウシュベツ
の方ですね、あっちぐるっと回った時に、あれはあそこですね、あのラーメン屋さん阿修羅かな、うん、お腹減ったって言って、あのカイロ貼った後ですよ、はい、覚えてますか、はい、寒い、思ったより寒いぞっつって、はい、カイロ貼ってさ、うん、真夏にカイロかよって言いながらさ、うん、私とこの胸とさ背中と肩甲骨のあたりとかが貼ってさ、で寒いからってラーメン食べに行きましょうって、はい、ね、行ったラーメン屋さん気になってたんですとかね、はい、昔はなんか行ったことあるみたい、うん、そういうのいただいたりとかで、まあね、ほんとね、他にもねいっぱいあるんですよ、バイブジジさんとかさ、あんたこれ覚えてるこれどこのやつか覚えてますこれなんだっけそれこれあれですよ、あのですね、これ何で見たら見えるのかな、これもこれかな、タウシュベツ行った時かな、うん、うん、なんかね、きっと洋館さんね、私のおかげだよみたいなことをさ、うん、言ってんじゃないですかねっつって、これ見てくださる方からコメントいただきましたよっつって、うん、もう誰だそんなこと言ってんのはって君がねゴリップをしたとこですね、あれ、うん、そうですよ、思い出しました、なんだっけなそれはな、あ、まあ、あとで動画また見返してもらえればいいんですけど、うん、まあ、皆さんもね気になる方あったら、この動画ですっていうのは多分ピーってこう入ってると思うけど、それをまあ見てもらえればね、どんなやり取りがあったかっていうね、あ、はい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 、いや違う、それはねつって、すみません言われましたよ私っつって、うんうん、見てくださった方コメントもらいましたよ、うんうん、きっと私のおかげだみたいなこと言ってんじゃないですかねっつって、そんな言ってましたよ、いや分かってるなと私は思いましたねその時はね、なるほどな、うん、そう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 、うん、結構ねいろんなねそうやってコメントいただいたりとかもねやっぱするんですよ、まあ、アクティブさんもねありましたし、そう雨と寒さとの戦いありますよ、旅人チャンネルさんなどなどね、ほんとたくさんの方からねいただいたりしております、うん、うん、まあでもこういうねあのコメントをやっぱりねいっぱいいただくっていうのも一つの、まあ、原動力というか、まあなってますね、うん、やっぱりありがたいことですから、うん、でその交流というかさそういうのもできますから、うん、うん、そうそう、まあこんな感じのとか、うん、あんな感じで行ったことあるよとか、そのお店私も行きましたよとか、こういうコメントとかもらうだけでもね全然やっぱりその瞬間を共有できてるっていうことですから、いいこと言う、うん、やっぱありがたい、たまにはいいこと言うじゃん、うん、たまにっつうのはちょっとどうかと思うけどね、うん、事実じゃん、ん事実じゃん心外だねいや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 、まあね、まあ、でもやっぱありがたいことなんです。うん、うんうん。なんでね、今年、まあ他にもね、今こうやってカウント軽くただパパって目についたのパパパパって無作為に読んだだけですから、うん、他にもね、いくつか、例えば、まあ今年じゃないかな、去年とかでも、例えばバイクの、こう、買おうと思ってんだけど、うん、そのね、例えばだって 250TR、私乗ってますけど、それをちょっと気になってて買おうかなと思ってるんです。でこういう感じってどうなんですかとかご質問もらったりとか、うんうん、でそれに関してねお返事書いたりとかもしますし、はいはいはい、めっちゃ丁寧に返してるね、あ、だって初めて買うバイクだから気になるわけじゃない、うん、他になんかバイク乗ったことあるよって人だったらさ、うん、なんかまあバイクに乗った経験上からの予測ってできるけど、うん、乗ったことない人にしてみたらさ、やっぱ乗った人に聞くしか方法ないわけで、まあね、まあね、で、まあ、ね、こういう感じってどうなんですかって聞かれて、やっぱそういろんなパターンが考えられるじゃない、うんうん、乗ったことないからさ、こうどうやって言って聞いていいかもわからないから大雑把にしか聞けなくて、でも実はもっとこういうこと聞きたいんだとかさ、いろんなことも考えられるわけで、うん、だそしたらやっぱいざね、どうなんですか、あ、これいいですよ、いや今いいのは分かるんだけど、そうじゃなくてこういう時にこうなったらどうなんですかって聞きたかったんだよなとかさ、まあ、そういうことも考えられるから、まあ、どんどんこういうことですか、ああいうことですかっていうのも聞きますし、うん、ましてやさ、こう
直接会話でさ、こう喋るなら雰囲気って伝わるけど、伝わるけどね、文字ってやっぱ伝わりにくいじゃない。そうだね、うん、だから余計そういうのもあるんで、うん、で、まあ、中古で買うとかね、なってもさ、あのそんなバイクってそんないくら、まあ、今これ安くなってるねって言ったって、安いからだって何千円とか何百円で買うもんじゃないから、うん、やっぱ10万や20万とかかけたらそれなりの金ね、大金なわけですから、うんうん、適当なこと言ってさ、いやせっかくこんなにお金使ったのにさ、なんか全然ちげえなーみたいになってももったいないじゃない、うんうん、せっかくのバイクなんだからさ、うん、そういうのがやっぱあるから、別に私がね言って伝えられるものであれば、うんうん、全然長くなろうと気にせず私お返事しますし、何かわからないことがあればぜひ、私もよくわかりませんっていや、やっぱ適当なことは言えないわけですよ、私としても。わかるとかこう感じるとかはっきりしたものがあればいいんですけど、うん、いやこういうことが起きてどういう理由でこういう例えば故障が起きてるんでしょうか、うん、いや見てみないとわからないし見てもわかんないかもしれないし、見たらあこれじゃないってわかるものなのかもしれないし、やっぱ適当なことは言えないじゃない、そこはさ、ああじゃないんですかとかさ、うん、いやバイク屋さんに見てもらった方がいいんじゃないですかって言わざるを得なくなっちゃうじゃない。適当なこと言ってさ、それを言われた通りやってみたらさ、うん、何も治んねえよ、嘘つかれたよとかさ、うん、なってもね申し訳ないしさ、うん、なんだよって言われた通りやったら治らねえじゃねえかみたいなさ、じゃあぜひぜひ皆さんドリフトさんに質問をね、いやーわかんないっすねっちゃんとしたところで見てもらった方がいいんじゃないですかってやっぱなっちゃうからね、その複雑な話はね、はい、うん、そうそうそう、でもまあありがたいですよ、なんかその、うん、どうなのって聞いたらわかるかもしれないなと思って聞いてきてくれる分には、ああそうだね、うん、そうそう、いやこの人聞いてもどうせ分かってないだろうみたいなさ、うん、人には聞かないでしょ、うん、うん、そうそう、まあそういう面ではさ、まあ聞いてくれるだけありがたいですよ。そうだね、うん、そうですそうです。なんでね、まあコメントに関してはね、本当去年いっぱいいただいてますし、一昨年、まあ去年限らずね、いただいてますから、でこうやってね、タイミングを見て、こう年末だからまとめてじゃなくても、もし合間でさ、うん、あのコメント面白そうなコメントとか、あこれを一個のテーマとしていけるかもしれないっていう内容のコメントとかだったら、こうやってさ、うん、こう誰々さんにこんなコメントもらいましたよってお話ししてさ、トークをすると、はい、そういうことだってできるわけですから。できます、うん、できちゃいますよ。そうそう、なんでね、本当いつもこういろんなコメントいただいてありがたいですし、うん、その中から今回もこうやって話すのもいっぱいこうコメントもらってるから、うん、まあ、お返事はしてるけど、うん、まあ、こういうこともありましたよっていう、はい、ね、一個のネタとしてこうやって話せるわけですから、うん、まあ、やっぱもらえ、ね、いただければ、うん、ありがたいなと思ってます、うんうんうん、はい、なかなかこうやって言う機会もないしね、ありがとうございますってね。そうだね、言える機会がなかなかないもんだから、うんうん、文字では書けてもさ、はい、うん、直接生の声でさ、いや本当ありがとうございますいつもみたいにさ、やっぱ言いたくても言うタイミングってなかなかないもんだから。そうだね、言葉に出すっていうのは大事だね。そう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 、やっぱ気持ちの表現ですからね、これもね、うん、ありがとうございます。はい、本当ありがとうございますという感じでね、もう結構いい時間になっちゃったかな。なっちゃったね、うん、まあそんな感じでね、まあまた年内はとりあえずこんな感じだけど、うん、また年明けたらさ、まあ、ちょっと雑談でまたお話しましょうよ。できたらいいですね、うん、もしかしたらまたこうやってコメントもらったってさ、それに関してお話ししたりとかもできるかもしれないし、はい、うん、まあそんな感じで今回は終了したいと思います。はい、はい、まあもういよいよ落としようという流れになりますが、そうだね、はい、また2021年も、はい、ぜひとも私たちドリフトアイスライダーとようかんですね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、ということで今回これで終了したいと思います、はい、それでは皆さん良いお年を。良いお年を。バイバイ、また来年。